ドジャース6月5日ロッキーズ22日日本時間23日ドジャーススタジアムドジャース大谷翔平投手30が土壇場の同点弾を含む5打数4安打1打点でチームの逆転サヨナラ勝ちに貢献した4対5の9回無視、ロッキーズ6番手の右腕ハルバー戦のチェンジアップを捉え角度20度のライナーで中越えに運んだ 続くベッツのサヨナラ弾につなげた貴重な同点弾について、ロバーツ監督は、翔平は彼らしいプレーを続けてくれている。今、彼は人間とは思えない。翔平のように、これほどまでゾーンに入っているプレイヤーを私は本当に見たことがない、と舌を巻いた。この日、大矢は日本選手では初の5試合連続盗塁をマークし、1試合2盗塁で今季55盗塁。 本類だと盗塁で53から55に到達し、盗塁数は1年の一浪、56盗塁の日本人最多まであと1とした。また、シーズン128得点は日本選手で最多記録。凄まじいパフォーマンスにロバーツ監督は、彼は勝ちたい。そこを渇望し続けている。毎日、しっかり準備している。盗塁のスタート、ヒットを打つこと。 300、30 3割を超えたいとも思っているだろう。彼とずっとプレイしてきたわけではないが、これほどまで集中できるとは、想像するのは難しい、と惨事を惜しまなかった。